仏像博物館、横から見るとなんてことないんですけども、上から見るとなんと建物自体が兜蟹の形をしてるんですね。怖い。カブトガニは孵化後、だいたい15、6回ぐらい孵化をして、14年目に成体になると言われています。いや、でかいですね。太古の昔から変わらない姿のカブトガニに関連して、恐竜の展示をしてあるダイノスロープもあります。この恐竜やっつけてやりましょう。どうしたら動くのかね。もうすぐ。こっちにセンサーがありますか、ね。あ、センサー。はい。ちょっと調子が悪い。調子悪い。病気なんです。ぜひ皆さんも最寄りの笠岡市カブトガニ博物館に行ってみてください。にゃー。